上田直司は日本の彫刻家。広島県鴨茂群川尻村生まれ。上田直司前8 8 0年1月23日、広島県鴨茂群川尻村宮大工の第一人者と称された上田自作の次男に生まれる。1906年大阪産業博覧会で高村幸運の浜辺で遊ぶ子らを見て感銘を受け、翌1907年。 川尻村光明寺の住職、日高周期に圧戦された浅草の降楽寺を目指して妻を残し単身状況。東京府下役谷中新島町一番地にある太平洋画界研究所に学ぶ。木帳を山崎朝雲に指示、素像を浅倉文雄の下で研究。旧広島藩第十二代藩主浅野長君に認められ、も月圭介の庇護を受けた。 1911年第5回文部省、美術展覧会で、労働者の妻が初入選する。以後文展、定点で活躍し、第11回定点で、ヤギの親子が特選となり、区内庁会挙となる。以後定点、新聞展に無観査出品の権利を得る。1945年、終戦を機に、広島に帰郷。晩年は、仏像の制作に励んだ。 また、広島県美術展の第1回展から第4回展まで、彫刻部の審査員を務めた。1953年2月21日、広島県鴨茂郡川尻町の自宅で、肝臓癌のため死亡。去年73。墓は、広島県内にある。天野幸太郎、小林博士、陸軍隊尉、石川博之、台北第二中学川瀬校長。 水島松位、浅野長君の贈答多数、ありがとうございます。